皆様こんばんは、ペルシアンでございます。あ、お元気ですかを忘れてしまいました。お元気ですか、ペルシアンと申します。今晩の夕飯は、久しぶりにね、チャーハンが食べたくなってきたのでね、チャーハン作りました。で、こちらです。ただ面白くないので、チャーハンもね、そのままね、シンプルなね、卵だけのチャーハンにして、上にちょっとね、鶏のもも肉をちょっと乗っけて、チーズをね、乗っけてね、ちょっとね、まあなんていうか、西洋風、まあ西洋風チャーハンっていうのかね、まあ多国籍チャーハンって言った方がいいのかな。まあそれはね、皆様にね、お任せいたします。で、スープはですね、こちらです。はい、レタススープでございます。いつものね、ウェーパーを使わないで、今回はね、本だしを使ったので、和風に仕上げました。はい、で、醤油と、醤油と、まあ、みりんで味付けました。で、ちょっとね、辛味が欲しいので、豆板醤もね、まあ、小さじ1杯ほどね、入れてみました。ね、はい。で、お酒はですね、航空杯でございます。久しぶりに航空杯が飲みたくなったので、航空杯にしました。で、皆様ね、日曜日の時間はどうしましたか？私はね、スマホを変えました。なぜかと言いますとね、私のスマホね、ちょっとね、調子が悪くなりました。更新と続けてたらですね、最新版に、ね、ついていけなくなったみたいなのでね、ちょっと変えた方がいいって言われましたのでね、変えてみました。まあちょっとね、残念ながらお見せできませんが、5G のね、スマホでございます。ね、皆様のスマホはどんなスマホですかと。まあそういう感じでいった方がいいんじゃないかなと思います。で、明日は火曜日でございます。火曜日で、明日は月曜日でございます。失礼いたしました。で、皆様もね、皆様ご存知の通りね、今北海道は緊急事態宣言でございます。ね、皆様もね、緊急事態宣言のところもあれば、ね、そうでもないところもあればね、ね、それでもね、お気をつけてください。ね、いつね、なってもおかしくありませんのでね、よろしくお願いします。そしてね、体調管理やね、お怪我に気をつけてね、お仕事頑張ってください。以上でございます。ね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。ね、良いか、一日をお迎えください。ありがとうございました。